有弱の枕探しでござい。というわけで三遊亭有弱でございます。高知にね旅に行ったもんですから、その旅の風景を一つご披露申し上げようかというところで、NHK のね新内共演というラジオの公開収録でございまして、羽田からね久しぶりに飛行機に乗って、でね羽田にから飛行機乗るときはねいつも展望デッキからね飛行機を眺めるのが、何よりの楽しみで、あほらちょうど今スカイマークがね、着陸してきましたけど、わかるかなこれね、スカイマークなんだよ着陸したのね。スカイマークで、私の先輩が今いるんだけどね、機長でね、いつか早くあの先輩の操縦する飛行機に乗らなくちゃいけねえなと思ってんだけど、まだ乗れてないからね。さあぐるーっとパンして、やっぱり今時期は飛行機が少ないですかね。はい、これはね、ニタミのロビーですね、お店がいっぱい入ってるところのねロビーでございます。ロビーからこうねやっぱり見るとあんまり下歩いてないもんね。今ちょっと落ち着いてきたんだけどね。でここがね、明石屋つって、新宿に本店があるんだけど、洋食屋でロールキャベツが、美味しいお店で、羽田に出店してて、大概ね私はここでこのロールキャベツを食べて飛行機に乗るっていうのが私の ルーティーンっていうの。それほど思ってもねえか。じゃあ高知でございます。高知行きですね、ANA の高知行きで、この飛行機に乗って、行くわけですね。どっかから来たんですな、これね。ボーイング737でございます。あ、もうこれ高知に着いちゃってバスで移動中でございます。はい。マスクしてね。マスクすると不思議に眠くなってくるんだよね。なんだろうね。鼻のところがあったかくなると。すぐ眠くなるのが不思議でね。で、着きました。はい、会場でございまして、会場の表側ちょっと撮ってみましたけどね。はい。元山町、高知県の元山町というところね。はい、こちらでございます。元山町、調整志向110周年記念という。すごいね。110周年だよ。はい、ここ楽屋でございます。楽屋の様子をちょいと、今もうねソーシャルディスタンスで演者一人一人に一部屋って言うんでね、芸人はいつもね大部屋でみんなで一緒っていうのが多いんですけど、今回初めてですよ、一人一部屋ね。やっぱりさすが NHK 厳しいですね。はい、お弁当でございました。手前が夕飯、そして奥がね夜食。ねえ、ここまで支度してくれて、打ち上げ行くわけにいかないからね。あ、これ帰りのバスでございます。うとうとし始めますよ。あ、寝てやん、しょうがねえ。あ、これね、踊り子募集ってほら、あの高知のよさこい、あの大きな看板でね、踊り手を募集するんですね。すげえなと思って、でこれ夜ホテルに帰りまして、ね、夜食でコンビニで高知の名酒つかさボタンを買ってきて一杯やってるところ、お疲れさんでした。はい、翌日になりまして高知空港に向かっているところでございます。管制塔が見えてきました。はい、今度は帰りはね、JAL で帰ってきましたね。行きが ANA で帰りが JAL でございます。東京から、
飛行機が来て、この入ってくるところがね、タクシングって、タクシングって言うんですけど、いいね。違ってんだね。これもやっぱりボーイング737型でございますね。日本の空、世界の空一番飛んでるのはボーイング737型なのかな。いわゆるちっこい飛行機ね。飛行場でよく見るね。はい。あ、これね、なんか、JAL の人がバッグにつけてくれてたんだよね。なんか嬉しくなっちゃって撮りました。なんかこういうの嬉しいよね。手書きでね、なんかこう、あったかい。はい、そういうわけで、東京に戻ってまいりました。10月の10日、新内共演 NHK でございます。10時5分からかな。ぜひ聞いてください。よろしくお願いいたします。そして、京急で帰りました。ますチャンネル登録よろしくお願いします。寄せにも来てくださいね。お願いします。